はい、こんにちは、ペース。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今来ているイベント、プロスピパークで、さらにですね、ガチャのグレードアップスカートの、終了日がですね、4月25日の12時59分。明日のですね、12時59分というところで、毎回恒例のですね、明日のイベントガチャ更新予想、やっていこうかなと思いますので、おそらくですね、激アツな更新が期待される、明日の更新楽しみだと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、わけさったと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていこうかなと思います。まずはじめにですね、現状確定している情報が2つありますので、そちらから紹介していこうかなと思います。まず1つ目としてはですね、明日の13時から14時59分にかけて約2時間のメンテナンスが入ることが確定しております。で、そのメンテナンスではですね、バージョン 18.10 のアップデートが入ることが確定しておりまして、そのアップデート内容としては、固有モーションの追加や変更で、さらにカーソルバグのですね、修正が入ることがもうすでに確定しております。なので明日のアップデートで、リアタイのですね、今のカーソルバグ、ランク戦のカーソルバグが、完全に治る可能性も結構高いのかなと思っています。で、続いて2つ目の確定情報が、ファンフェスタの SNS キャンペーンの S ランク契約書、さらに A ランク契約書の無料配布が明日あることが確定しております。なのでこの契約書は明日ログインするだけでもらえるようになってますので、ログインのし忘れはないように注意していただければなと思います。ということで、確定している情報については以上になりますので、続いてガチャ予想をやっていこうかなと思います。まずはじめにですね、こちらが去年のこの時期のガチャスケジュールとなっておりました。4月14日から4200万ダウンロード記念福袋、さらに長寿チーム狙い撃ちスカウトで、4月21日から S ランク限界突破コーチ付きスカウト、さらに戦力強化スカウトで野手の追加で、最後4月25日から TS 第1弾となっておりました。で、続いてこちらが直近のガチャスケジュールになっているんですが、4月11日から5200万ダウンロード記念福袋、さらにドラフトスカウトでファーストの追加で、4月18日から長寿チーム狙い撃ちスカウトで野手の追加、さらに期間限定のノーマルスカウトで、一番直近4月22日の更新でグレードアップスカウトで中継ぎの追加となっておりました。で、こちらの2つのガチャスケジュール照らし合わせてみると分かるところなんですが、今年もですね、去年と似たようなガチャスケジュール感でガチャが登場しているというところで、そういったことを踏まえた明日のガチャ予想、本命予想が TS 第1弾で、対空予想でポジション追加と挙げさせていただきました。はい、基本的に TS 第1弾はですね、毎年4月の末頃に登場で、さらにですね、TSOB の開催前には、2時間メンテナンスを挟むことが多く、明日ちょうどですね、2時間メンテナンスがあるというところで、この2点の理由からですね、明日 TS 第1弾が、開催される、登場する可能性が、かなり高いのかなと思っております。で、その TS 第1弾のガチャ形式といたしましては、このガチャ形式30連目が TS 第1弾の S ランク選手確定の、自チーム確定などはないガチャ形式で開催される段にはなっているんですが、登場ラインナップとしてはですね、2021年の場合福留選手、バレンティン選手などが目玉選手で、2022年の場合雄平選手、藤波選手、藤井選手などで、2023年の場合金子千尋選手、浅村選手、今岡選手など、この直近3年間のラインナップ見てみても、TS 第1弾はですね、かなり豪華なラインナップで開催されやすく、で、さらにですね、今年の場合新規の目玉選手だけ挙げても、柳田選手だったり菅野選手、さらに、トリプルスリー達成順やマーテスト選手など、本当に今年はですね、現役選手で、新たにですね、TS 対象になったというか、TS で登場する可能性が高まった選手が、例年よりですね、多くなっているのかなと思いますので、無課金の方でも、明日 TS 第1弾が開催されて、登場ラインナップ次第ではですね、ガチャを引く価値っていうのはあるのかなと思っております。で、この TS 第1弾の具体的な登場選手予想につきましては、昨日の動画でやってますので、気になる方はですね、合わせて昨日の動画も見ていただければなと思います。で、対抗予想に挙げたポジション追加についてなんですが、基本的にですね、 TS が開催されるときはですね、同時にポジション追加のガチャ、通常選手のポジション追加はされないというところで、明日のガチャ更新としてはですね、ほとんど TS 第1弾が登場するかとは思うんですが、TS 第1弾が開催されなかった場合は、通常選手のポジション追加が入ってくるのかなと思っております。ということで、ガチャ予想については以上になりますので、続いてイベント予想をやっていこうかなと思います。で、イベント予想としてもガチャ予想の本命予想で TS 第1弾と挙げましたので、TS 第1弾が登場した場合のイベント予想をやっていこうかなと思います。で、基本的にですね、 TS 第1弾が開催されるときはボーナスありのランキングイベントが開催されるようになっておりますので、明日 TS 第1弾が開催された場合も、ボーナスありの、ランキングイベントが開催されるのかなと思っております。で、こちらがですね、ボーナスありのランキングイベントのイベントスケジュールとなっております。2月22日からターニングポイント、12月29日からネットスタジアム、11月28日からプロスピヒーローズ、
9月29日からプロスピ応援団となっておりました。で、基本的にですね、このプロスペースは前回開催から開催間が空いているイベントが、優先的に登場しやすくなっておりますので、明日のイベント予想、本命予想としては、プロスピ応援団。で、太鼓予想でプロスピヒーローズと挙げさせていただきました。で、このボーナスありのランキングイベントでは、基本的にですね、1000から1500エナジーを使えば、ランキング報酬のですね、選択 S ラン契約書、TS 第一弾の選手の中で、好きな選手を1選手確実に獲得することができる、契約書を獲得できるようになっておりますので、ガチャ形式に自チーム確定がないというところもあるので、基本的に無課金の方はですね、ガチャを引くよりも、ランキングイベントの集会にですね、エナジーを使った方が、お得となっております。で、続いて TS 第一弾の無料配布についてなんですが、基本的にはですね、イベントの累計の契約書が TS 第一弾 S ラン契約書になるというような形で、無料配布はあるような形になっておりますので、今年の TS 第一弾もですね、おそらくイベントさえしっかり行えば、TS 第一弾の S ランク選手1選手は、確実に獲得することができるのかなと思っております。ということで、明日のイベントガチャ更新予想は以上になりますので、最後に予想を簡潔にまとめますと、まず明日確定している情報1つ目としては、明日のですね、13時から14時59分、約2時間にわたって、2時間メンテナンスが入ることが確定しております。で、続いて2つ目としては、ファンフェスタの SNS キャンペーンの S ラン契約書、さらに A ラン契約書の、無料配布がですね、明日あることが確定しております。で、続いてガチャ予想といたしましては、本命が TS 第1弾。で、対抗で通常選手のポジション追加と挙げさせていただきました。で、続いてイベント予想としては、ボーナスありのランキングイベントが開催されると思っておりまして、本命がプロスピ応援団で、対抗でプロスピヒーローズと挙げさせていただきました。ということで、明日のイベントガチャ更新予想は以上にしたいかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画ではですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていきました。明日の更新ではですね、ついに、TS 第1弾が開催される可能性が高い更新日というところで、最近はですね、結構渋めの更新が続いていた中で、TS 第1弾の開催というところで、結構ね、エナジー溜まっている方も多いかと思いますので、登場ラインナップ次第にはなってくるところなんですが、無課金の方でもですね、明日 TS 第1弾が開催された場合は、ランキングイベントにエナジー使っていただいて、ランキング報酬のですね、選択 S ラン契約書を目指していただくのが、結構おすすめなのかなと思っております。で、ぜひですね、コメントの方で皆さんの明日のイベントガチャ更新予想だったり、皆さんのですね、 TS 第1弾の登場選手予想なども教えていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、分かりさだと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。